さんの予想レンジなんですが、82円ちょうどから82円の90銭で出していただきましたが、昨日の海外市場ですね、どうでしたでしょうか。はい、昨日の海外市場ではアメリカの長期金利上昇を受けてドル円も82円台前半か後半まで、上昇しましたが、その後は金利も反落し、ドル円も82円台半ばまで反落してきています。はい、そして今日のポイントを挙げていただいたんですが、アメリカの住宅着工件数ですね、これどういうことでしょうか。はい、昨日アジア時間帯にロシアがヨーロッパの債券を購入するとのニュースで、ユーロが大きく上昇しているのですが、最近の動きを見ると日本、中国、ヨーロッパ周辺国国債への協調介入の予想を呈してきていまして、こうした動きを受けてヨーロッパの問題が落ち着きますとユーロの買い戻しが進み、その結果全般的なドル売りにつながりやすくなるということなんですが、その意味でもですね、今後アメリカの金利低下がドル売りにつながりやすくなるという意味で、今日はアメリカの住宅着工件数に注目だと思います。はい、でドルにとってですね、影響が大きいアメリカの2年もの金利の動きを見ますと、11月から12月半ばまで年初は横ばいとなって、足元ではここ1ヶ月間のレンジの下限まで、低下してきています。はい、で12月入り以降ですね、相関が崩れていました。この2年ものとドル全体の強さを表します実行レートの関係は徐々に相関を取り戻してきてまして、ドルの実行レートは金利とともに下落トレンドを再開しているようにも見えます。はい、したがって本日発表のアメリカ住宅着工件数が予想を下回ると、金利が一段と低下しドルの下落につながりやすいというふうに考えられます。となるとドルが全体に下落となると、ドル円も下落ということでよろしいんでしょうか。そうですね、下落する可能性が高いと思います。ドルの実行レートの水準を単純に比較しますと、現状のレベルはドル円相場が80円を割り込んでいてもおかしくない水準まで下落してきてますので、本日金利の動き次第ではドル円相場も約2週間ぶりの82円割れということになる可能性もあると思います。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おはようございます。今もさてのドル円予想を見ていただきましたが、次はですね、ユーロドルのテクニカル分析をしたいと思います。もさてでね、ファンダメンタルの分析、そして、ユーロドルを使ってテクニカルの分析をして今日のまとめをしたいと思います。ちょっと待ってくださいね、今ローディングしますんでね。はい、まずユーロドル15分足ですね。寄り付きからですね、ずっとアジアタイム、欧州タイムと上げていきまして、ここですね、一旦、この辺はどこでしたかね、1.342 ぐらいですね、1.342 ぐらいでちょっと、持ち合いに行きましたが、この15分のボリンジャーの加減で、サポートされ、一気に上昇ですね。そして今日は 1.346 ぐらいまでつけて、また全戻し、ほぼ全戻しですね。アメリカタイムの全戻しをして R1 と、ボリンジャーの加減でサポートされて終了ということですね。値幅的には 212.8 ピプス、結構大きな値幅になりましたね。これが15分足ですね。そして、1時間足で見るとこんな感じ。ちょうどあれですね、先週つけたダブルトップになりましたね。ここから若干あれですね、ボリンジャー緑でサポートされてますが、これがダブルトップだとすればこのネックラインまで行くかどうか、ネックラインまで行かないでこのままボリンジャーのダブルトップを上抜けするか、これから、週後半注目ですね。これが1時間足、4時間足で見るとこんな感じですね。ここはちょうどダブルトップが見えて、途中あれですね、このボリンジャーの緑で支えられてという感じがわかると思います。これが4時間足で、これ冷やしてみるとこんな感じ、冷やしてみるとですね、やはりですね、この辺の 1.346 ぐらいですね、が一応上値圏でなってるという、ここを抜けられるかどうかが注目ですね。
ユーロが、D足がこんな、週足がこんな感じですね。そうですね、61.8% 付近で推移しているというのが分かると思いますね。まあ、こんな感じで、来てますね。まあ、それがテクニカル解説でして、あとはあれですね、簡単にブログの説明。これね、左のブログの左の上行くと、デイトレーダーロックスターさんのショーがやってますんでね、これもアメリカタイムだけですが、テクニカルの動画、ライブで配信してますんでね、ライブトレードも若干やってます。まあ、アメリカ株についてなんですが、テクニカルのね、もう解説、もう20年近くの大ベテランですのでね、もう何でもよく知ってるし、相場の匂いをね、嗅ぎつけるのもうまいんですね。だから、よかったらね、見てあげてください。そしてずっときまして、今、Facebook とかね、作成中ですのでね、できたら公開したいと思います。また YouTube もね、やってますんで、今、こちら見るとね、左側のアップロード、真ん中にフェイバリット、私の好きなね、映画とかね、紹介してますんでね、フェイバリット。で、ここの左一番上を見ると、ブログと、ブログ、YouTube の紹介などもやってますんでね、ここを見ると私のやってることが一番よくわかるんじゃないかなと。あと、まあ、好きな音楽とかね、あとここのテクニカル解説のビデオを集めてますんでね、これね、一応私のね、見てるテクニカル全部載ってますんで、ここを見ると私のやってることがわかるんじゃないかなと。私は基本的に裁量ですからね、いろんなテクニカルの組み合わせ、ボリンジャー、移動平均、フィボナッチ、ピボットですね、あとレジスタンスサポートライン、そういうのを見て総合的に判断して、あと相場感とか、その日の指標の強弱とかですね、そういうのを見ながら総合的にトレードしてますんでね、まあなかなか裁量っていうのはね、時間が、覚えるのに時間かかるんで、年数を使わないとなかなかあれですが、理解できないところはあると思いますが、まあね、昨日のビデオもね、アクセスたった10件ですからね、もういい加減飽きてる方も多いんじゃないかとなと思いますが、まあ、確かに裁量っていうのは時間がかかるんでね、もうその1日とか1ヶ月とか3ヶ月でね、マスターできるようなもんじゃないんで、まあでも一応この辺を見てね、じっくりね、やっていくといいんじゃないかなと思います。そしてこちらに海外ブローカーの紹介などもありますんでね、そしてこちらね、また元に戻りますと、こうずっとね、リンク先があって、この逆アクセスありますんでね、よかったらね、皆さんお友達なんで見てあげてください。そしてですね、最近はね、これね、もういいなと思ったのは、この、こちらね、今井ゆりさんという方ね、この人 JP モルガンで、やってたらしいですが、最近 FX オンラインのエコノミストみたいな感じでやられてますが、この人のね、ビデオもつけましたんで、この人結構いい解説しますんでね、よかったら見てあげるといいんじゃないかなと。そしてですね、今ランキング参加してますんで、結構、まあ、落ちてきてますが、ちょっと YouTube と力入れすぎてですね、なかなかブログの方がランキングが伸び悩んでますが、よかったらランキングお願いします。まあ、以上は、今週は以上ですね。今週というか今日は以上です。今日もね、負けないようにね、気を抜かないで、頑張ってください。それでは失礼します。